高知白梅衝突死事故は2006年3月3日に高知県阿川郡春野町で発生した白梅警察官の死亡事故である事故を起こした者と同系の白梅事故を起こした者と同系のバス2006年3月3日午後2時30分頃高知県阿川郡春野町で道路左側のレストラン駐車場を出発したスクールバスが国道56号の交差点へ道路外から 右折横断して侵入しようとしたところ、高知県警察交通機動隊の巡査長が、運転する白バイと衝突し、当時26歳の巡査長は、胸部大動脈破裂で死亡した。バスの運転手と乗客の二淀川町立二淀、中学校3年生22人と、教員3人に怪我はなかった。スクールバス運転手は、安全確認不十分のまま道路へ侵入して、事故を起こしたとして、 逮捕、起訴されたが、運転手は、起訴事実はなく、バスは停止しており、複数商人もいる冤罪として、無罪を主張した。弁護士らが、交通事故鑑定人と共に検証実験し、メディアが、目撃者を取材すると、バスは動いていて、急ブレーキをかけたとする警察と、検察側の主張に疑義があり、提出された証拠は、偽造や捏造された可能性が高く、当時は、 現場周辺で白バイの高速度走行訓練が多数目撃されており、事故は自損事故であると指摘された。高知県警は、高知県議会や記者会見で証拠鉄像や白バイの過失を否定した。殉職した巡査長は2階級特進して警部補となった。2008年8月20日に最高裁は上告を棄却し、一新通り禁庫1年4ヶ月、 元運転手は10月23日に高知地方検察庁へ出頭し、高知刑務所で数週間収監された後に11月から加古川刑務所で服役し、2010年2月23日に出所した。身元引き受け人がいるにもかかわらず仮釈放が認められず、両刑を満期まで務めて出所した。控訴事実内容衝突直前の白バイの 速度白バイの行動での高速走行訓練の、うむ衝突地点ブレーキコン被告の逮捕拘訴事実について、衝突直前の白バイの速度について、白バイの行動での高速走行訓練の有無について、衝突地点について、ブレーキコンについて、被告の逮捕について、実況見分の方法について、検察官調書について、量刑の不当性について、ブレーキコンが、 バスの急ブレーキによってできたものか、警察に劣造されたものかとりわけブレーキ痕が、バスによってでき、2007年6月7日、高知地方裁判所地裁判決文2007年10月30日、高松高等裁判所高裁判決文2008年8月20日、最高裁判所、第2小法定林県香川県のローカル局、KSB 瀬戸内海放送記者の山下洋平が、 視聴者から事件の当事者を紹介され、これは放っておけないと高松高裁での控訴審、開始前の2007年9月から取材を開始。継続して事件の経過報道、検証報道を行っているほか、自社のサイトでも特集動画を配信している。全国ネットでも同系列のテレビ朝日が KSB の取材をもとに交通事故調査の専門家を呼んで実地検証を行うなど、 再三報道している。高知県は、テレビ朝日系列の壺が存在しないため、当時高知放送へ、系列外ネットされていた、スーパーモーニングのような例外を除き、地元では放送されていない。地元のテレビや新聞、死者を置く、その他の大手メディアは報道しておらず、事件が起こった地元よりも、他県の方が、事件の知名度が高いという現象が見られる。 ジャーナリストの田中隆作によると、冤罪とすぐに決めつけることはできないにしても、冤罪の疑いは濃い。にもかかわらず、大マスコミの記者たちは、事実を追求しようとしないと指摘している。KSB 瀬戸内海放送。あの時、バスは止まっていた。高知、白梅衝突死の闇。KSB ニュース。オリジナルの2010年3月30日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20100330064312/http:/www.ksb.co.jp/.that s time2013 年11月8日、閲覧。ありがとうございます。